リチャード・ブリンズリー・シェリダンは、アイルランド出身の劇作家、イギリスの保育党の政治家。R.B. シェリダンが生まれたのは、ダブリンのドーセット通り12番地で、この通りは18世紀後半、ファッショナブルな通りであった。洗礼を受けたのは11月4日。父、トマス・シェリダンは、その当時、ダブリンの王立劇場で、俳優兼監督をしていた。母、 フランセス・シェリダンは作家。その母は彼が15歳の時に死んだ。長兄トーマスが死んだのは1750年で、この年、時兄のチャールズ・フランシスが生まれている。シェリダンはロンドンのハーロー校で教育を受け、法律を学んでいたが、作曲家、トマス・リンリーの娘、エリザベス・リンリーとロマンティックな駆け落ちをし、1773年4月13日、二人は、 メリルボーン協会で正式に結婚した。エリザベスとは後に死別するが、息子、トーマスを授かった。シェリダンの二度目の結婚相手は、エスター・ジェーン・オーグルで、彼女との間に息子・チャールズ・ブリンズリーを設けた。シェリダンは、ロンドンに戻り、劇作を始めた。最初の劇は、恋がたきで、1775年に、コベントガーデンで上演されたが、初日は失敗だった。 シェリガンは二度目の興行で滑稽なアイルランド人役により才能のある俳優をキャスティングした。それが大当たりで、たちまちシェリガンは若き劇作家の評判を確立した。この作品はイギリス文学のスタンダードとなった。名声と富を得て、シェリガンはドルリー霊園劇場の株を買った。代表作、悪口学校は英語で書かれた。 コメディ・オブ・マナーズの傑作の一つとみなされている。続いて書かれたザ・クリティックは風刺的な王政復古時代の劇ザ・リハーサルの焼き直しで1946年オールドビック・シアターにてローレンス・オリビエ主演で注目すべき再演が行われた。シェリダンは社交界の花形で作家のキャロライン・ノートンの祖父で第3代カナダ総督並びに第8代インド総督。 フレデリック・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドの曽祖,祖父でもある。有名な怪奇小説作家シェリダン・レファニューはまた老いにあたる。シェリダンはホイック等の政治家で同等の有力な女性支持者デボンシャー公爵夫人、ジョージアナの講演を受けて1780年に庶民議員になった。有弁家としてならし、1812年まで議員を続け、また、党の養殖にもついた。 さらに、コーンウォール公の再入役、イギリス海軍主計長官のポストに就いた。1815年12月に病にかかり、以後は寝たきりの生活を強いられ、翌年に貧困のうちに死去した。ウェストミンスター寺院の詩人のコーナーに埋葬された。葬儀には、公爵、白爵、教、子爵たち、ロンドン市長、その他多くの著名人が参列した。他に、 詩集、庶民委員議員を務めていた、当時の政治的演説などがある。ありがとうございます。